こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、大宮記念競輪最終日、えー、12レース決勝戦の予想を行っていきましょう。はい、えー、12レースですね、えー、地元、平原が勝ち上がってきて、まあ、人気になるわけですが、えー、私は、えー、野口の、8番車野口が頑張って、番手の、 えー、エビネが抜け出す。そして相手は、平原じゃなく、3475の短期というか遠征勢ですね。そちらの方を狙っていきたいと思います。はい。えー、決勝戦のメンバーご覧の通りです。えー、地元の平原、唯一の SKS 班です。えー、こちらが、決勝に勝ち上がってきました。準決勝ですね。なかなかいい。 粘り、足の、足の気配など、えー、感じますね。あの、いい調子に仕上げてきたと思います。あとですね、えー、10レースの一着、野口が、なかなかの粘り足ですね。えー、っと、まあ、 矢野が3番手に入ったんですが、落ち着いた運びで、えー、逃げ切りを決めました。なかなか度胸のあるとこ見せましたよね。えっ、ー、とじ、こちらですね。並びは、 こうなってますね、えー、と小間切れ線唯一三者なのが6番、えー、矢野、1番、平原、9番、神山拓也の関東です。やはり平原地元ということもありますからね。矢野も積極的な仕掛けになるでしょうし、まあ、早めに番手から出て、えっ、ー、と、地元優勝を何としても飾るという気持ちになるんじゃないでしょうか。 それに対して、野口が、やっぱりどう抵抗していくかですよね。ただ、スタートを返してみると、あの、神山が5回なんで、前を取るのは関東だと思うんですよね。だから、矢野を、矢野がもし逃げるとしたら突っ張りになると思うんで、えー、っと、やっぱり野口は、一回前に出ないといけない。 えー、遠征勢4人は切ってというのはあまり考えにくいんで、最終的に前でるうのは野口で、そこにあの遠征の4人が、3475の4人がついていって、えー、関東を後方に追いやるのが、えっ、ー、と、理想じゃないかなと、関東以外の理想じゃないかなと思う、思います。そう考えると先行は野口じゃないかなと、 思っております。もちろん、野口が抑え行くのが遅いと、じゃんでも矢野は、あの、突っ張っちゃいますからね。そうしたら、えー、関東のペースになってしまいます。まあ、それはさせたくないでしょうね。もちろん、野口まくりでも、なんか頭来ちゃうような足を持ってるんですけど、 もちろん、平原が番手から出た場合、それに対抗しきれるかって言ったら、そういう意識は、足は別として持ってないんじゃないかなと思うんで、やっぱり野口が先手を取りに行くと思います。そこに3475の遠征勢が、えっと、どういうナビになるかわからないですが、ついて、関東を後方に置くんじゃないかなと思います。 で、オッズ見てみると、やっぱりダント突で19が一番人気なんですよ。えー、っと、1時間前で見たら2.5倍だったんで19が、オッズは上がってますね。これオッズがどこまで変動するのか、というところが、えー、ポイントになると思うんですよね。 一級で行くんだったら一点で行かないといけないんじゃないかなと。他に欲をやっていたらいけないんじゃないかな。ただ、平原ですね、西武園記念、昨年の西武園記念でも、あの、校長だったが、あの、決勝でポカやってしまって、優勝できなかったというのがあるんですよね。また、昨年の大宮記念も、 圧倒的方面を受けながら、結果的に車があまり伸びずに、えー、姿、宮城の姿にまくられてしまって、優勝をらえてしまったということがあるんで、あんまり地元の平原っていうのは、当てにならないんですよね、実は。ちょっと昔だったらあの優勝を重ねてきたんですけど、 やっぱり年齢が、うん、やっぱり響いてきてるのかなという気がします。まあ、まだ36なんですけどね。なんか、どっちかというと、年齢が影響してるような、影響する選手としない選手があるんですけど、平原は早めから活躍してるんで、 比較的影響してる選手なんじゃないかなと思います、まあ。もっとも今場所すごく、あの、車の伸びも良いですし、準決勝も2コーナーから仕掛けてバックもちろん取って、直線も完全に神山拓也寄せ付けませんでしたからね。えっ、ー、と、またですね、黒田淳が まくるように追い上げてきたんですが、そこから全然、あの、かわせず、神山合わすらかわせずだったんで、そう、えー、やっぱり平ら足ができている。逆に黒田は、頭へ突き抜けるのは、ちょっとそこまでの出来じゃないような、出来や実力じゃ、力じゃないような気はするんですよね。 これのことは橋本剛や、橋本つや田中誠にもまあ言えることでありまして、いまいち突き抜けられないような気はするんですよね。という疑念はあるんですけど、では予想ですね。えっと、本命は、えっと、 野口が先手を取ると思って、エビネの抜け出しですね。本当はエビネあんまり、本命に押したくない。準決勝なんですよね。伸びてきて、11レースだったんですが、伸びてきたところで、う 吉田をしてる感じなんですよね。あの、湿地を周囲につけて。湿地が一着だったんですが、湿地、橋本剛で抜け出たところを、えー、さらに、海老根が、中をついてきたんですが、そこでやっぱり吉田と引っかかってしまうっていう、あれ、 し失格だなと思ったんですが、政府だったので、明らかに委員に占めてるんですけどね、政府なのかっていうので、あんまりそういう意味で言ったら押したくはないんですが、展開上はやっぱり野口が先手取るんじゃないかなと思うんで、どうしても外せないんですよね。 で、平原でもいいんですけど、うん、平原でもいいっていうか、やっぱり、平原、今の出来だったら、矢野に任せずに、自分で勝負した方がいいと思うんです。でも、矢野に乗っかるということは、それだけ仕掛けるタイミングが難しくなってしまうんで、逆に、この今回矢野に乗ったことは、 マイナスなんじゃないかなと平原思い、思います。なので仕掛けをがタイミングが悪くなって、まあ、簡単に言うと遅れてしまって、その分、厳しくなるんじゃないかなと思って、むしろ、そんなに足の出来はパッとしないんですが、 遠征短期でもある4人が、その、野口、海老根の後ろを回ることによって、最後伸び争いになるんじゃないかなと思います。で、野口も、まあ、準決勝はうまく逃げられて逃げ切ったんですけど、その時矢野もいたんですけど、そんなに、 叩き合いまでっていうあのことはないんですよね。矢野もやっぱりじゅ基本的には自分が残る選考なので、矢野を意識して友倒れになるっていうのよりは自分のペースへかけられるのが野口を準決勝だったんですが、決勝になると矢野はですね、やっぱり平原、 後ろにつけてますから、やっぱり責任のある競争をしないといけないんで、その分、あの、踏むペースが速くなるんで、野口も、準決勝のような楽なペースでかけられないんじゃないかなと思う、思います。なので、4コーナーまでは結構、足がいい、いいんですけど、そこから先が、そこから先は垂れてしまって、えー、っと、エビネが抜け出すんじゃないかなと。 思いますなのでそのエビネの後ろに誰がつけているかというかつける選手が有利になるんじゃないかなと思って関東じゃなくこの遠征の4人の誰かなんじゃないかな私面白いと思っているのは田中誠なんですよね。 黒田はやっぱり伸びに限界を、準決勝を見て伸びに限度があるなと思いますし、湿地はですね、年齢的な、一着は取ったものの、年齢的な不安はある。橋本もいまいちパッとしないんで、まあ、田中誠もそんなにパッとしてるわけじゃないんですけど、 オッズ見てください。えー、っと、ここで。エビネガーミのオッズで言うと、やっぱり田中が一番つくんですよね。えー、っと、あげた4人の中では。なので、これ夢があるんじゃないかなと。で、やっぱり、特に、まあ、4人だったら575.5倍ですから、まあ、変動はあるかもしれませんが、 妙味は、橋本や黒田、湿地より田中の方があるんじゃないかなと思います。まあ、たい岩木平ですね、準優勝、F1 で準優勝してるっていうのもありますから、104点ではありますが、あの、そ、えっ、ー、と、実際、110点以上が4人、 で七一が109点なんですが、まあそこまでチャンスが全くないとは思わないんですよね。今回。なので、え、田中誠は面白いと思います。はい、以上。え、大宮記念決勝戦の予想をお送りいたしました。 えチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。また、この動画最後の20秒で、関連動画、動画プレイリストを表示されますので、お時間ありましたら、見ていただければ嬉しく思います、えー。大宮記念、最終日、決勝戦の予想をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でこうでした。